回は12月14日、午前10時頃に登場した、クリスマスイベントについて、解説していきたいと思います。クリスマスハブ。ハブに雪が降り始め、池などは氷になり、クリスマスツリーが各地に登場したりと、様々な場所がクリスマス仕様になっています。12個のデイリーギフト。ハブリスポーン地点後ろの、キュービー像があった場所は、クリスマスツリーになり、周りには12個のデイリーギフトが出現しています。これは12月16日、午前9時までの間に、12個のギフトが日替わりで開けることができます。現在1つ目のギフトが開けることができ、15日午前9時までに入手できます。開けてみるとここでしか手に入らない、クリスマス限定ミニゲームの、コスメティックなどが入手でき、1日目はハイド&シークの、ペンギンハットが入手できます。これはロビーでアンロックメニューから、着せ替えることができます。このギフトは24時間以内に入手する必要があり、すべてをコンプリートするなら、毎日午前9時までに1つずつ開ける必要があります。最終日のギフトは、コスチュームやハットがもらえるかもしれません。また、クエストマスターのテレポートは、スポーン地点右側に移動されました。クリスマス列車。ハブを走っている列車がクリスマス仕様になって、登場しました。この列車は汽笛が鳴ったり、クリスマスのハブをさらに楽しむことができるでしょう。また、1時間乗るとハブタイトルがもらえると思いましたが、フレンドが検証しても、もらえず、運営から明確にもらえないと発言がありました。今後のハブイベントなど、例年ではサンタさんが登場し、ハブイベントが開催されていて、現時点では、クリスマス限定のゲームマップ、クリスマス限定のゲームロビー、なども登場していません。これらは数日以内に登場するそうです。また、今回のイベントは、意図的にボリュームダウンさせており、今後登場予定のベッドウォーズをはじめとした、永続的なコンテンツの開発に集中するためだそうです。これは今年のハロウィンイベントと同様で、ベッドウォーズなどが非常に楽しみです。